から受信します。ジュリエットホテル4ノベンバービクターヤンキー ZH4NVY。 了解です。 ZH4NVY ですね。どうもこんばんは。お声掛けありがとうございます。5999で広島市は西区です。3504と04に59で迎えております。座りは今イロハのイマッチのマタバコの谷に立って、イロハのイマッチのマタバコの谷に立って今座席、JH4NVY0045NEA、安田さんね、約1ヶ月分ですね。セカンド PSO どうもありがとうございます。どうぞ。了解です。ZZ4MEA、こちらは ZH4NVY。あ、そうですね。セカンドですね。なんか聞いたことあるなと思いましたけど、はい。セカンドです。59でよく来ております。今日は、無線機変わって756使ってます。ZZ4MEA、ZH4NVY。今田さんどうぞ。了解です。ZZ4NVY、安田さんね、どうも、ウデスからお声掛けありがとうございます。前回も同じだと思うんですけどね、私生まれ故郷の山陰県の都市でございまして、去年はね、久々に11月にね、お邪魔しました。ということでね、これからね、故郷落ちるんですよ。多分ね、これからノイズがひどくなりましてね、ちょっと近場はいいんですけどね、4エリア、滑りゃいいんですけどね、だんだんこうして落ちる時間帯でね、大体この時間が悪いと聞こえ出しております。前回もねこのぐらいの時間でしたね。6時前でね、ありがとうございます。聞いてきゃいいんですけどね、どうもねお声掛けありがとうございました。今日はね拡張バンドを広げております。じゃあ新しいリングでね、この前回と違うわけですね。またね安田さん、違うカードビューロンのみを回しときます。違うカードね、いろいろパターンございましてね、そのカードを回しときます。天気の方はね、今日は午前中で雨がやみまして、それからクラウディですけど、明日、明後日もこんな天気かなと思いますけどね、また土曜日の夜から日曜にかけてちょっと雨が降る感じでございます。JH4NVY0Z4M、安田さんどうぞ。了解です。ZZ4MEA、こちらは ZH4NVY。そうですね。一時先週はものすごい暖かかったんですけどね、今週からまた冷え込んでですね、週末、日曜がどうかな、曇りで、月曜からまた多分ええ天気になってくるんですけどね、一時期気温がようになって、家庭菜園の方ぼちぼち、先週はちょっと家庭菜園の方、やれたんでね、良かったですけど、今週はちょっと3連休やけど、日曜日できるかな、でも土がもうぐちゃぐちゃになってるんでですね、はい。湿っとるんで、ちょっと難しいかなと思ってますけど、はい。そういうような時はもうこんな無線でもしょかんなしょうがないかなと。そうか、先週はアンテナやり替えたんですよね。バズーカ、斜めがバズーカに取っ替えました。はい。結構よう飛ぶようですよ。はい。いろんなとこやってます。今週は何もできまへん。ZZ4MEA、ZH4NVY。今田さんどうぞ。ZZ4MEA、関東エリアのが大変だったですね。おとついなんか22度から急に落ち込んで、ね、6度、7度でね、もうね、T シャツ次がね、もうダウンしてた、着られてるみたいでね、もう体調崩される方が多いみたいです。こちらもね、私もね、あんまり寒い時は出ないんですよ。血圧が高くなりましてね、でその前ね、ちょっと寝てる時で、小倉返しでね、ちょっとね、筋肉が痙攣が来たんでね、あんまり歩けないんで、なんとか歩けますけどね、やっぱり運動不足がたたってるか、栄養不足がありませんけどね、おとなしくしておりました。安田さん、このね、土曜日の夜のね、9時から日曜日にかけてね、広島アーズコンテストがあるんでね、ちょっとこちら、にぎやかになると思います。多分ね、山口県内の方もね、結構ね、広島アーズ出る方がおられてね、この広島アーズはね、どこと交信しても OK なんですよ。だから、安田さんがね、北海道と交信してもね、全部ポイントになります。並べが結構にぎやかだと思いますよ。大体200局ぐらいで取れますね、県外局は。ただね、県内局は少ないですよ。もうね、上位3位まで入賞ですけどね、430なんかね、去年は4人で、その前はね、1人やったんでね、私、数局でね、なんとか1位になりまして、3位まで入賞なんですよ。だからね、日曜日は多分ね、午前中は、全て予算出ます。で、
夜のね土曜日の9時から、3.5 でね、あとはハイバンドも、大体日曜日の午前中、午後からね、7メガなんですけどね、7メガでいつもサービスなんですけど、もう最近ね元気ないもんですからね、家からね電話で出ます。前はねちょっとね700メーターぐらいの山まで移動してね、ローパワーでね、よく出てたんですけどね、もう日差しもしんどいで天気もあんまり良くないみたいなんでね、最近はもう家から出ております。多分家からだったらね宇部市は厳しいけどね、もしリオーバーが出たらね、なぜか呼吸できるんじゃないかなと思います。JH4MVYJZ4Mはい、了解です。ZZ4MEA、ZH4NVY。そうですね。うちも昔はね、2メーター43、本気なんてやってたんですね。2メーターは11L の4パラ上げてました。マスプロの、11×4 かな。で、43が F9FT か。19L の F9FT をスタックで上げてましたけど、はい。今もう、それとHF は 218C かな、そうそうたるもんでやってたんですけど、今はもう本当 HF のダイポールと、あとは2メーター 43GP、あとはもう本当ソボーイアンテナでやってます。はい、昔はあと日の山かな、西側の日の山上がれば結構100何メーターかな、108メーターあるかな。あれも結構バカならんぐらい飛びますけどね。硫黄山によりはちょっと低いけど、まあ東、上の東では日の山、機材あるい、抱えていかねえけんですけどね。はい。昔はヤックからCQ 出してる曲いましたけど、リックに担いでから、はい。やってる曲いましたが、はい。こういったとこです。うん、まあコンテスト注意して聞いておきます。 ZZ4MEA、ZH4NVI、 今田さんどうぞ。了解です。 ZH4NVY、ZZ4MEA。 私はねソーターみたいな感じ山ランなんですよ。山頂からね反撃持ってソーター4曲ですけどね、山ランは1曲でね、よくそっち行きました。の下振り岳とかですね、ウエスナムだったんですよね。あとね、そっち下振り、の途中に、確かね一の山がありましてね、あそこも結構移動速度ライスタイな気がしますけどね。あとは、下振りの方もね何度か台風もありましたけどね、下振りのね利用台もあるんですよ。下側の方にね、あそこも2段でね回りました。半日もあそこからはもうねピックエリアが結構でも、こちらの上の方でもね、街中でも結構ピックエリアをしてきますよね。だからね、無線されちゃったらいいと思います。ちょっと結構ね出られる方多いんでね、もしやったらね、ただね、グリッドスケアナンバーなんですよ、県外局。だからね、普通のね JCC とか JCG じゃないんですね。確か宇部市はね、グリッドスケアがね確かTM の54か53だと思いますけどね、53だったかなと思うんですけどね、もしよろしければね、ぜひご参加ください。ちょっと見合うから、日曜日の午前中だけです。3時間が数メーター、4から2時間ですからね、あっという間に割っちゃいますけどね、もしやったら聞こえてらっしゃったら、ハッケさんにご参加してください。多分ね、いつも、ね、移動局出られるんですけどね、県内局はね結構3位まで入社でほとんど出る人いないんで、わざわざね1、2、3、6エリアからねこちらに来られる方があってね、マルチで、ね、出られた方も多いかなと思ってます。JH4NVYZZ4MA。 私も最近はねモービルエコに 10W しか移動運用はねパワー出しておりません。どうぞ。ああ、了解しました。ああ、そうですか。ああ、10W ですね。はい。昔はハンディ機持って行きよったんですけどね。一時期流行ったアイコムの 2N とか 3N とか持って行きよったんですけどね。はい。みんな今なくなりましたけど。あ、そういや、なんかグリッドってありましたね、昔ね。ジャールのなんか CQC の付録についちゃってた覚えがあるんですけど、はい。ちょっと調べてみます。まあ日曜の午前中ですね。ちょっとワッチはしてみようと思ってます。はい。こういったとこですね。あとは、あ、そうそう。上の霜降り山も昔はあれなんですよね。夜間は、昔あそこでコンテスト霜降り山上がって一晩波出したことあるんですけどね。はい。今はもう入れなくなってしもうて、周りの木も高くなってですね。はい。もう見通しが全然悪くなったんで、よじ登って壁面に上がらんにはできんかなというような状態です。はい。
だいぶ霜降り山、上の霜降り山も結構移動局多かったですけど、今はもう変わってほとんどもう日中しかできなくなったんでですね、はい、だんだんまあ寂しくなったっていう感じですけど、はい、まあそろそろまたそういうのもやりたいなと思ってますけどね、はい、そういったところです。あ、カード、あ、そうですね。うちもちょっとカードどねかせねえけんかな。すみませんけど、また古いけど、また送りますんで、これよろしくお願いします。ゼーゼーフォー MEA、ゼーゼーフォー NVY、今田さんどうぞ。了解です。皆さんね、カードありがとうございました。確かね、ちょっとね、山口市内の方行くんですけどね、ただ山の上、西方ベースはこれ車で上がれますよね。結構、下手くそだと思うんですけど、ちょうどね、これ山口とね、萩市のね、境になるんでね、萩市道の方は結構ね、西方ベースから出ておられました。東方面は歩かなきゃいけないんですけどね、確か西方面まで。行けたような気がします。一回ね、行ってきたけどね、行った時ね、上のね、ご存知かな、上で、ハムショップされてた方も亡くならなかったけどね、数年前に。その方とね、よく繋がってたんですけど、確かにね、アイドールがありましてね、結構ね、さっきでね、よく食べてよく食べてくれるんですよ。やっててね、アイドールさせていただきました。あ、了解です。ゼゼフォー MEA、ゼイエイチフォー NVY。あ、知ってますよ。カササギさんですね。カササギさん。ちょっとガタイのいい人ですけどね。はい。なんかトイレで倒れとって発見されて、もう息引き取ったっていうのを聞きましたけどね。もうあれ数年前だったかな。はい。こんなこと思ってます。はい。突然亡くなられたんで、僕もびっくりしました。はい。上ももう、あれですね、ハムショップは一軒、シガー電子しかなりません。一軒しかないです。広島やったら松本だったかな、昔は。松本無線が確か岩国と広島と、広島一度行ったことあるんですけどね。はい。今あるかなと思ってます。あ、それと西方面は車で上がれます。で、あそこはね、確かね、ミネット、どこやら、三つサービスできるんかな？ミネット、山口と、どこやったかな？あ、今一緒になったからないんか。あ、ミネット、山口は、ちょっと移動すればサービスできますよ。どうぞ。あ、了解です。ミネはね、私、桜山に来ました。ここ一回ね、移動局が途切れ取られたんですけどね。あれではあそこもね、車まで上がれてましたけどね、それとなんか狭い道でね、なんかもうちょっと山がどっかあったんですけどね、もうめちゃめちゃ狭い山がありまして、道がありましてね、車で行った時にね、下山です。花の山と書いて下山、700メートルあるとこ。もうね、台風の後だったんでね、道は悪いし、雨は降るし、大変でございます。あそこもね、時々移動局をやれますね。だけどもう狭い道はね、あんまり行くとね、対向車来たらね、すれ違いそうになりますんで、ね、ああいうとこは苦手でございます。あ、それとちなみにね、広島はね、さっきの言った松本無線は本社のね、商工センターの中に変わりました。前はね、金山町というとこにあったんですけどね、もう何年前だろう、もう8年、ぐらい前にね、一応あそこはね、解体してね、マンションが建ちましてね、で昔は広島もね、広島ハムセンターがあったんですけど、あそこもね、経営者が変わったりで潰れまして、今ね、マッコイさんとね、松本無線の2つがメインでございます。JHO NVY ZZ4MEA ZH4MVY。 あ、そうですか。あ、商工センターはしてますんでですね、広い通りにありますね、商工センター。はい、大体なんか通りやな、おたふくとかある通りですね。はい、わかりました。大体ちょっと今度調べてみます。それとあとあれやったかな、あれです、下山もあれですね、山頂のところの周りはぐるっと一周回るようになったのかな。車が周りを置けるんでですね。で、ちょっと下ったところにトイレがあってという感じですね。はい。懐かしく思ってます。下山もよく行きました。はい。あと、長野山かな？長野山もいいとこです。
それとあとは桜山もあのなんかな展望台があって、あそこにちょうどいいアンテナつけやすくなっていいとこやなと思ってましたけど、はい、またあのぼちぼちあのまあ天気良くなったら本当あれですね、あの移動もやりたいなと思ってますけど、はい、こういったとこです。はい、ZZ4MEA、ZH4NVI、今田さんどうぞ。了解です、さっき安田さんね、あの長野山ね、結構あの混んでるとき、誰かは寝ますよ、泊まりつけてね、頑張っておれば道が狭いですからね、あそこは多分ね、クマが出そうでね、前一回ね、バイクで行きました、もうね、250のバイクでね、道が狭いって言ってたんです、あそこはね、移動局多いです、それと下山もね、時々おられて、でもね、昔みたいね、あの山でバッシングすることがほとんどなくなりましたですね。でもやっぱりあのジャール世代のねコンテストはね、さっき言ったあの下山とかね、水尾弁山、長野山ね、どなたかが行かれています。後からやったらね、結構投資できるんですよ、私のはね 2.5 メーターの GP ですけどね、2メーター4さんもね更新できます。ただあのほとんどがねヤギ振り回しておられるんで、ね、広島やったらねガツンときますんでね、助かっております。最近もね移動運用でねヤギ組んだりするのもしんどいものですから、ほんのね最近はねあの2メーターぐらいのあのモビルアップでやったりします。パワーもね、前は5ワットやったんですけどね、10ワットでね IC の705でね、出ております。今年もね、コンテストは、まあ、移動はせずにも家からスロットサービスぐらいで、とりあえずね、6出せばね、入賞することがあるんですよ。去年もね、JA コンテスト、JA だったっけ、なんかね、電話中でね、出したらね、6出す人がおらんのでね、入賞していただきました。そんなこともございます。ZH4NVY、ZZ4MEA、どうぞ。あ、了解です。ZH4MEA、ZH4NVY。あ、そういや、うちもあった。ログ出したらですよ、何やったかな、1位になっちゃったんかな、北海道コンテストっていうのは昔あったんです。北海道コンテストを CW で出してですね、ログ出したらですね、なんか賞状送ってきたんですよね。1位の賞状を来てびっくりしましたよ、どうぞ。あ、了解です。私もね、青森コンテストね、第1回の時にね、スーバンドで出れる歌券ね、21が2曲、1000メーターが1曲でね、出したらね、両方上昇1位で来まして、そんなこともあります、安田さん、どうぞ。あ、了解です。まあ、あれですね、出さんねよ。結構ね、ああいうローカルのコンテストの出手が少ないからですね、棚からボタン持ち結構ありますよ、はい。まあ今でもこの症状、まあちんまいですけどね、他は、CW 何曲やったんかな、10曲ぐらいしかやってないんかな、確かね。で、なんかな、常習かけて、なんか3桁いかないかな、3桁ぐらいで済んだんかな、700、800ぐらいのその、なんかな点数で入賞したんですけどね、はい、こういったことあります。はい、こういったとこですね。はい、またぼちぼちチャージタイムがあるんで、またよろしくお願いしますね。次回ファイナルお願いします。 ZZ4MEA ZH4NVY、 今田さんどうぞ。JQMVY、JZ4M、 どうもね、安田さん、2番、セカンド級さん、ありがとうございました。またね、5月に、オール山口がありますんでね、これいつも移動してね、中央部で、中央局で1位取り寄ったんですけど、最近全部なりましてね、家からね、電話取れてますけどね、去年はなんとか3位になりましてね、3位でございます。あれ、確か HF とね、V 隊が分かれて、多分週末にあったと思いますけどね、昔は、ローカルコンテストもあったんですけどね、あれはちょっと何本かお金出さなきゃいけなかったんですけどね、そんなコンテストをだんだん少なく、参加曲も少なくなっておりますけどね。また安田さん、よろしくお会いしてください。どうもありがとうございました。じゃあね、そうですね、もう6時半になりますんで、ゆっくりとね、チャージのをされてください。JH4NVY、ZZ4MEA、ありがとうございました。どうぞ。はい、了解です。ZZ4MEA、ZH4NVY。ああ、そうです、そうです。うちも、5月になった VU 山口コンテストもあったかな。はい。あれは今年は参加しようと思ってます。はい。こういったところです。ありがとうございました。今田さん、またよろしく。はい、安田さんね、ありがとうございました。セブンティースリー、失礼します。はい、どうも、失礼します。ごめんください。はい、ありがとう。